教えてメディアミックス楽屋裏。はい、教えてメディアミックス楽屋裏でございます。で、今回も前回の引き続きこちらの方々にお越しいただいてます。千春です、よろしくお願いします。南若菜です、よろしくお願いします。はい、じゃあまずはですね、千春さんの本当は適当なんじゃないか疑惑について。いやいや、特技が適当なお悩み相談というだけで、はい、私自身はもう、ま、至極真っ当にいやなんかでもただこうゆっくりラジオでお話させていただいて多分初めてに近いですね。そうですね、このぐらい濃いの初めてです。ですよね。で、はい、これで今お伺いしてて思ったのが、この人適当なんじゃないかなっていう。どこで思いましたどこでは一番激しく思ったのは人生相談です。それをだって適当だって言ってます、ね、適当ですから、うん、ですから適当ですから。そう、それ以外のところも割とあれなんかよく言うと応用、ざっくり言うと雑っていうイメージ若干どこか、本当ですか。そうなんですよ。丁寧に丁寧に。細かいこと気になる方ですか。あまり気にならないです。雑なんですよ、あ、これ微妙だな。さっき南さん料理が得意って言ってたじゃないですか。で、料理って意外に正確すぎるとダメみたいなことも言うんですよね、できる人に聞くと。南さんどっち派ですか。すごいきっちり作る派。いやもう感覚ですね。じゃあレシピとか見て何 cc とかそのいちいち測ったりじゃない。なんかレシピざっと見て、あ、これがこんぐらい入ってるならこのぐらいかぐらいの感じで、あと 色とか写真と似てるなぐらいの感じでやったりしてますね。あとなんかちゃんと味見して、その味見の具合でそうですね、いろいろと調整していくっていう、はい、味覚だけはなんかちっちゃい頃から結構優れているのか、味見係でしたね。ちなみに得意料理とか何ですか。得意料理は県庁っていう。県庁、はい、山口の郷土料理になるんですかね。あ、初めて聞きます。字も思い浮かばない、なんか本当にひらがなで県庁っていうやつなんですけど、大根と人参とお豆腐をなんか甘辛く入り煮みたいな感じにしたやつなんですけど、すごい美味しくて。汁物ではないってこと。汁物ではないんですけど、炒め物っぽい感じ。炒め煮、あ、炒め煮みたいな感じ。炒め煮みたいな感じ。でもそれをご飯に乗っけて食べるとめっちゃ美味しいんですよ。へー、ちなみに何味なんですか。は、煮魚とかの甘辛い感じあるじゃないですか、はい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 、あれが豆腐の水分でちょっとまろやかになって、本当にご飯に合う。給食とかでもよく出てたんですよ。それで覚えて、県庁はよく未だに作りますね。あ、じゃあもう当たり前のようにもうスーパー行って材料買ってきて何にも見ずにパーって作るっていう。すごい。いや、いいじゃないですか。素晴らしいです。料理が作ってますね。これが料理ができる高まってる。これが料理ができるですね。すごいすごい。それを聞いてちょっと驚いていた千春さん。あ、じゃあもうレシピを見ないとできない。しかもレシピを見た上でどうなってるかですね。確かに、ちゃんと美味しくなってます。一番最近料理されたのはいつ頃ですか。あ、最近は、はい、なんでこうなんか毎回こうなんでこう、錬金術とか始めるのこの瞬間に。すいません、ちょっと大きく動く癖が謎についてしまって。やはりそこが雑感とつながっているので。これがですか。このパントマイムみたいなのが。身振り手振りが小さい人は繊細かもしれませんけど、はい、身振り手振りが大きくて繊細な人ってあんまりいない感じ。繊細ですよ。繊細ですか。本当ですか。はい、じゃあ料理を最近したのは。でもなんか1ヶ月、ここ1ヶ月以内。ちょっと待って。若干空いてますけど。料理できるっていう人って1ヶ月空ける？できるというか、まあたまにする。たまにする。はい、南さんどれくらいの頻度で料理してます。私はもう3日に1回は必ず自炊の日はありますね。あ、ほらすごい、お仕事しながらでもそれはそうですね、素晴らしいです。管理っていう面で本当に素晴らしい本当に素晴らしい、ね、本当に素晴らしい。リアクションも雑でも雑な気がしてきました。そうですね、なんかちょっとペテン感が思ってないと言わないですから。思ってはいるのかもしれませんけど、思ってはいるかもしれないけど、他の表現もあっただろうかも。すごいですね。語彙が少なくて申し訳ない。語彙が少ない。そうなんです。まっすぐ伝えることはしてきました。じゃあ結構1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい。でもすごい暑い日が続いたんで、なんか涼しめの、ちょっとなんか海鮮みたいなのが食べたいなと思って、ポキ丼っていうのをこの前作りました。
ポキ丼。ポキ丼。なんかサーモンと、ポキってどっか、あ、なんかハワイとか、ハワイとかのなんかやつですね。なんかまあマグロとかサーモンとかをまあなんかぶつ切りっていうんですか。そうです。バカ切り。ぶつ切り。バカ切りじゃないかな。ぶつ切り。いや、やっぱりこれも。おやっていう感じが、おやという感じがしてきたの。バレてきてる。危ない危ない。真面目で通っているのに。まだまだ真面目、いや別に真面目じゃないから。いや真面目で同時に適当はありえる。ありえます。ありえます。人の性格として真面目で適当はありえる。しっかりで通っているのに、そう角切りで入れて、あとアボカドとかとなんかアボカド。アボカドね。はいはい。なんかいい感じに切って、はいはいはい、いい感じにタレってつけて。いい感じに。はい。でご飯にいい感じにのっけて食べるっていう。切ったのっけまして、切ってのっけましたね。ご飯は切ってタレにつけて のっけました。のっけた、うん、工程だいぶ少なめではありますね。まあでも、簡単です、簡単な料理、うん、それは全然全然いいと思いますけど、はい、ご兄弟皆さんもそんな感じなんですか。お姉ちゃんとかも。いや、お姉ちゃんめちゃくちゃ料理好きですね。あ、そうなんだ。じゃ自炊します。あ、そうなんだ。電話しながらなんかご飯作ってることとかもよくあります、うん、あら、お姉ちゃんが。まあ、はい、そうですね。そうすると頼れる人がいるから、まあまあやんなくてもいいかなみたいな。いや、まあ、はい、そうなっちゃってるんですかね。今自分でも気づきました。そういう思考なのかなって。あ、すみません、すみません。相談に乗るの得意なはずなんですよね、はい、すみません、僕なんか相談乗ってませんか。解決に向かっている自分とはみたいな。己を今ちょっと問いただしてると。大丈夫です。適当と真面目としっかりが全部両立することはありえますよ。ありえるんですか。ありえますよ。自分でね、言うのもあれなんですけど。真面目すぎたら折れちゃうかもしれませんから。いい感じにこう。いい感じ。いい感じしか言ってない。そうなんですよ。そうなんですよ。ですので、適当でいらっしゃるんではないかと。言うのが本日の結論なんですけど。お恥ずかしい。みなみさんちょっと気づいてませんでした。ちょっと怪しいな。今までやっぱちょっと気づいてた。ちょっとあれ？あれ、部屋汚いタイプみたいな。部屋はまあ雑ですね。なんかそんな感じの匂いはしてないですけど。お恥ずかしや。慣れていたとは。ちょっとでもここまでとは。ここまでとは。そんなです、そんな言ってます。しかもバレたことがあんまりショックじゃなかったんで。もう仕方ないですね、部屋はもう。そんなものだと思って生きてます。みなみさん綺麗。綺麗です。比較的綺麗そうですね。そうですね、綺麗に保つ心は。ということで、実に本番どうなってるのか楽しみです、ね、イベント見に行こうと、ね、まだこれは収録時ではね、行われてませんからね、はい、楽しみにしております、はい、ということで今後も本編と合わせこちらの楽屋もよろしくお願いいたします、はい、お相手は日本放送アナウンサー吉田久典と千春と南若菜でした、はい、さようなら。